神田隊。どうだ、二人とも次の八甲田山を歩いてみたいとは思わぬか。調査をすればするほど恐ろしい。日本海と太平洋の風が直接ぶつかり、冬の山岳としてはこれ以上はない最悪の事態です。おそらく今後30年50年いや100年経っても冬の八甲田は頑として人を阻み通ることを許さないのではないかと思います。雪の進軍恋を踏む